こんにちは。即家塾の久保でございます。えー、暗号通貨のことなんですけども、ここに来てですね、基礎地盤ができたのか、また暗号通貨のブームが来てますね。来ていて、さらに大きなブームが来ようとしてます。まあ、いわゆるね、資金が暗号通貨に流れ始めたんですよ。で、資金っていうのも自動的に生まれるわけではないんで、何がしかの不動産なり、債券なり、証券なりが、換金されて暗号通貨ににじり寄ってきてるのかなと思うわけですよね。 で私が考える暗号通貨のこれからの稼ぎ方なんですけども以前は1か8かみたいな ICO バブルを狙ったものでねほとんどが外れだったわけなんですけどもこれからはですねテーマを持っっっててて腰ののの入ったたそしし出元のはっきりしたものが出てくると思うんです,よですのでここからは詐欺でも何でもなくってうまくいくかいかないかはあの事業の成功か失敗かになってきます。普通に会社を経営して ちゃんんとそれが売上にななななるかならないからいいっていう差なんですよだからこれからはね詐欺が入るというよりも競争力のないものが脱落していってしっかりと地盤を築いたものが続いていくと思うんですよねえ特に NFT とかメタバースみたいな新しい概念まあ実は新しくないんですけどもね新しく見える概念に暗号通貨ってものがね、えー、触発されて出てくると思いますそれからデファイとかステーキングってものもだんだん広まってきましたんでねそういった二重サービスなり それから量子コンピューターみたいなね新しい概念がここにかぶさってきて暗号通貨を明暗を分けるかなというところですよね当然ですけども、まあ、私も含めてですね暗号通貨で利益を上げている人っていうのは2014年とか2015年あたりからもう始めてますんで78年とかね長い人で10年以上この黎明期だと言われている暗号通貨にあの打ち込んでるわけなんですよね当然途中で 資金が尽きて暗号通貨から離れちゃった方っていうのは、まあ、今ね再合流したところでちょっと及ばずのところがあるのかなというところもありますし中には力をつけて戻ってきた人もいるんで一概には言いませんけどもただいまだに暗号通貨で20142015年から生き残り続けている人っていうのはこれはですねでかい資本を手にした可能性があるんですよで同時に影響力や発信力を身につけている可能性もありますのでいわゆるメディア構築ができていて暗号通貨プラスインフルエンサーっていう2つの力を 作っているんででないかなかと思うんですよねで場合によってはコンテンツを作ったりサロンを経営することによってすでにファンを囲っているる性もあるんですよ、まあですので暗号通貨投資で儲けるためには今までの時間でですねそういったものができているかどうかっていうのが大きく関わってきますもしくは暗号通貨を発行するというクリエイターになる方法もありますよね そのクリエイターっていうのは、著名人や有名人とかに、まあ、コラボを持ちかけて、一緒に暗号通貨のトークンを作ったりとかしてね、それを販売することによって、何がしかの利益を得るという形になりますけども、まあ、これはなかなか組んでくれる方がいないんじゃないかなと思います。はい、今日の話をまとめますと、暗号通貨はよく分かってない方が、これから一方的にカ剰になります。で、しっかりと、ここ5年、6年で暗号通貨に対してブロックチェーンについて、学んできた人っていうのは勝ち残る可能性が強いんじゃないかなと思います。ですんで、暗号通貨やメタバースやブロックチェーンに、 自信がない方はあこの人についていったら何かなんかもみたいな人と一緒にやるのがいいんじゃないかなと思いますそういった方っていうのはねひそかに仕込んでるコインとかを教えてくれますんでね、えーまあ、私も先日あのアスターっていうのを紹介したと思いますけどもいかがでした儲かったでしょこれ儲かるでしょうで青汁王子も今ね暗号通貨のことをやってますけどもあの別に成功者が買ったやつを釣られて帰ったわけじゃないんですよ うん、でも自分よりも見る目が正確な方がいれば何かしらの結果を得れるかなっていうところなんですよね。はい、じゃあ今日はこのぐらいにしておきましょうか参考になれば幸いでございます。いってらっしゃい。